今月はこの昇給と内定という足のツボのところを書いております。あんまり私自身はそのどこのツボがいいとか何がいいとかいうのはあんまり言わないようにしてるんですね。最初にそれを言うと、じゃあ先生何とかのツボはどうなんですかって、このツボは何に効くんですかって、そっちの方に行くんですよね。でまず皆さんに知ってほしいのは、指先の清潔がそのどういう道、経絡ですよね、どういう道でこう行ってるのかって、ここに図面にあるこの図面のところを頭の中に入れていただければいいだけで、もしくは覚えなくていいですから、あこういうのがあるんだなというのだけ分かっていただければいいですね。でそれももう30年ぐらいやってきましたので、そろそろツボ、もう僕が何十年間かやってきて、あこれはなんかやっぱ覚えておいても損はないなということで、今まで合谷とか山陰交とかですね、百会とかですね、そういうツボのお話してきたんですけど、で今回は昇給と内定という足のツボです。でこれは膝に効くツボと書いておりますけど、膝の治療をするのにこの2つのツボというか経絡ですね、異形と非形をやらないことはまず絶対ないですね。このツボを必ずと言っていいほどなんか使います。膝の内側の痛み、膝頭のちょっと内側の痛みですね、ここに痛みを感じる方がほぼ膝の痛みの8割9割ですね。女性の場合はほぼ 100% と言っていいぐらいに、そこに痛みをまず訴えるんですね。でそれが取れると今度は膝の前側が痛いとか外側がとか膝の裏が痛いとか言われるんですけど、この膝の前のちょっと内側っていうのはほとんどの方が痛みを訴えられます。これには昇給を使います。から膝に溜まった水を抜くっていうのは内定というツボを使います。これも 100% じゃないんですけど、見てる間にこうやって水が引いていくというのはもう何でも何でも経験しておりますので、まあ、皆さんでもいいし、皆さんのお友達で膝に水が溜まってどうもいけないと時々抜いてもらうなんかいうのはですね、ちょっとこのツボ使ってみてください。でまずは昇給ですね。1番、膝頭のちょっと内側の痛み、これが昇給の治療になります。銀杏治療院の中高年の患者さんで女性に特に多い膝頭の内側の痛みですね、経絡で言えば非形状にあたります。足の親指の内側の方ですね、内股の方です。これそこから F1 がこう始まってますね、こう非形というのは。でまずしゃがみ込むと膝の内側が痛いと。朝のお勤め正座ができなくて、膝を立てて、お勤めをしていると。死んだ主人に申し訳ないんだけど正座ができないから、まあ、この格好でと、まあ、それもできなくなっていくと今度は椅子に座って、お線香っていうふうなことも聞きます。それからですね、正座が膝に悪いと言われて長年正座をしていない、もともと正座ができる人ですよ、正座ができる人がどっかに治療に行ってみたらですね、正座ができるんですよ、でもちょっと膝が痛い、あなた正座してるのが悪いんだと言って、もう金輪際正座しないでくださいと言って正座やめてしまったという人もいます。でもこれは間違いですね。和式のトイレに入れない、和式のトイレに入ったら出る時に立ち上がれなくなったと、これは北九州の患者さんで救急車を呼んだっていう人がいます。駅のトイレに入ったんですね、で洋式詰まったから和式のトイレに入って用を済ましたんだけど立ち上がれなくなってしまって、もう日中もさっちも動けなくなったんですね。でうう言ってたんですけど、そのトイレがあんまり開かないもんだから、お掃除のおばさんがもうどん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 開けてくださいっていう話したら、いや立てなくなってって言って、その警備の人やなんかが開けて、で救急車呼んで連れて行ってもらったと、そういう患者さんがいました。階段で膝が痛むと、階段の上り下りで膝が痛いと。この時はですね、階段こう上っていく時に痛いのか降りる時に痛いのかっていうのでまたちょっと違いますので、階段でっていう時にはどっちで痛いんだと、これを尋ねておいてくださいね。
ベッドじゃなければ起き上がりがつらいと、布団に寝る、日本人っていうのはこう布団を畳に敷いて、でそれからこう起き上がりますよね。で手ついて立ち上がってひょっと、まあ若い頃は1、2、3でポンとこう立ち上がるわけですけど、だんだん年食ってくるとなんかつくまり物に置いてこうやって立ち上がって、だんだんそれが辛くなってきたと、そういう膝の痛みですね。でもベッドに寝るよりも絶対畳の方が安全です、ね、ベッドからポンと立ち上がって転ぶっていうのがもう一番多いですからね、気をつけてくださいね。長く歩くと膝が痛むと、デパートで買い物をすると膝が痛くなって休憩することが、休憩しているとまた歩けるという人がいますね。でこれ靴履いてるからいけないわけですよね。一つは靴を履いて歩いてるっていうのがそのツボに悪い刺激を与えてだんだん歩けなくなるんですよ。ソーシャルディスタンスを保って空いてるところ座ってください。口の中にシスタス入れました？入れといてくださいね。はい、裏側いきましょうかね。でこんな症状を訴える患者さんがもう本当に多いんですね。でこれなぜだろうと、でしかも女性に多いのはなぜだろうと、それをまあ考えるわけですね。こんな患者さんたちは整形外科やいろんな治療院をいくつも行っても治らなかったと。治療では膝をとことん治療してるわけですね。針刺してみたり応急したり注射打ったりで、なんかコンドロイチンがいいってそんなもん飲ませてもらったりとかですね、ヒアルロン酸の注射入れたり鎮痛剤やったりとかやってるんですけど、でも良くならないですね。でこんな患者さんが、患者さんが銀杏治療には多いんです。だいたいぐるーっと10件ぐらい回ってうちにいらっしゃいますので、いつも思うんですけど、なんで最初にうちに来ないのかなと思うんですけどね、だいたい10件ぐらい回ってきたって言っておいでになります。これなので膝に問題があって膝の治療をして、治った患者さんが来ることはないんですね。本当に膝にちょっとなんかぶつけて痛みがあってその治療院ってちょっとやってもらったら治りましたという患者さんはまず来ません。膝は痛いんだけど膝治療しても治らなかったという患者さんしか来ないんですよね。でも世の中そういう人が多いんです。膝の痛みっていうのに対してはですね、膝の痛みの原因は膝以外のところにあると、そういう結論に達したわけですね。で膝治療したって治らないということ。2番目です。女性の膝の痛みの原因と、女性の膝の痛み、若い人には少ないんですけど、50を過ぎる頃になると膝の痛みを訴える人が急に増えてきます。原因がいくつかあるんですけど、最も有力なのが靴、ハイヒールですね。先がとんがった靴です。かかとが1センチでも高いと前にこう足を突っ込んでいきますので、あんまりいいことはないですね。長年ロケットのような形っていうのはある、こう先がとんがってるよ、ロケットみたいなんですね。そんな形の靴を履いて、しかもかかとが高くて不安定、そういう靴履いてれば捻挫もしますし、無駄な力をですね足に一生懸命入れてなきゃいけないんですね。試しに裸足の人を横からこう押してみてください。裸足の人を横からポンと押してもね、まあまあ倒れません。もっとこうよくやられますけど、ハイヒール履いてる人を横からちょっと押してみてください。もう必ず倒れます。だって足が接地面積ってつま先このくらいとかかとはこのくらいの先ですからね、必ずと言っていいほどパタッと倒れますので、ということで倒れないように一生懸命足と足首やなんか力入れてるんですよ。で長年そんなことやってますから、まあ足が筋肉痛を起こしてたりとか、時々痛めたりしてるんですね。そんな靴は履かなくても良さそうなもんなんですけど、足が短いとかですね、背が低いと、ちょっとでもかっこよくなりたい、まあファッションなんですね。でそれ長年やった代償が膝の痛みになって出てきます。しょうがないですね。症例、男性でもいた、膝の痛みと、
足に合わない靴を履いた男性で膝の痛みを訴える患者さんが、まあ、何人もいますけどね。最も印象に残るのは大きな会社の会長さん、宴会で最後に残った靴が自分の靴じゃなかったんですね。誰かが自分の靴履いていったんです。で、しょうがないからもう残ったら最後の一つ履いていこうと思ったら大きな靴 でそれを履いて、翌日は旅行だったからぐる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 回ったんです。そしたらそれからですね、もう1年間膝が痛くって、特に階段の上り下りが全くできなくなったんですね。でうちにいらっしゃる時には松葉杖でいらっしゃいました。でこの小球に、NPC1 枚貼ったら、まあ、杖がいらなくなって階段もとことことこと登ったり降りたりできるようになったと、こういうことがあります。子どもさんでもいました。小学校5年生の子どもで膝の痛みがあって、病院では成長痛だと言われたそうです。皆さんのお子さんとかお孫さんで、子どものうち膝が痛いと、これ沖縄行った時もそういう人がいたんですね。で、いやうちの子どもが膝が痛いって言ってるんですけど、その痛いんですけどって言ってるその親はあの病院の先生なんですね。でただ外科じゃ整形外科じゃなかったからよかったんですけど、でこういう話ですね。なんとも都合のいい病名をつけられたんですね。成長痛、子供がちょうど成長するときに痛いって言い出すんですけど、でこれはですね、あの親があんたすぐ足が大きくなるからちょっと大きい靴買っとくからねって言って、もう1センチも2センチも大きい靴履かされてるわけですね。であっという間にその靴の大きさを超えて、今度はもう靴がちっちゃい感じるまで、まあ、下手すら履いてるわけですよ。で2足3足あったら、まあ、今日はこれ履いていこう、なんかちっちゃいなと思いながら履いてると。で今日はこっち履いてもらって、買ったばっかりの履いていこうって、今度はガバガバなんですね。と足の指にものすごく負担がかかって膝の痛みが出てくるんです。で、それが成長痛というふうに言われたりするんですね。という話をしたら横に整形外科の先生がいたという話なんですけどね、まあいなかったことにして話してました。高校生、男子高校生、サッカー部、右膝に痛みがある。友人は一足2万円のサッカーシューズを履いてるんですね。で、うちにお母さんとその高校生とこう来たんですけどね。でここんちはあの兄弟でサッカーやってる、2人サッカーやってるんですね。で靴はって言ったらもうボロボロのサッカーシューズ履いてるんですね。でまあそんな靴でやってるもんですから、やっぱり靴が原因で膝が痛くなってしまったと。え、次行きましょうかね。3ページ目まだあります。ゴルフ好きなお父さん。このゴルフ好きなお父さんは特に男性で60、70歳ぐらいで、右膝が痛いからって言ってきた人はゴルフやりますかって聞きます、大体。で、この新しい靴を買ってコースに出たと。でそれで痛みが出てるんですね。でこの場合は足の親指のその小球、それからあのまああとあとやりますけど、ダイトンという足の親指の今度は肝臓の経絡、これのどっちかをやると大体良くなります。で新しい靴を履いて、いきなりコースに行って、そのコースをまっすぐ行く人ならいいんですけど、ゴルフやる人でこう横にコースをこう行く人がいるんですね。もう100じゃとても上がれない、100、2、30で行く人はこう横に行くんです。そうすると、ゴルフシューズがあの登山シューズみたいになるわけですね。とにかくもう山登ったり谷下ったりずっとしてるわけですから、相当その硬い靴に、足は負担になって歩いてるわけですね。で、ゴルフでということもあります。ここ星印では私には我慢できないっていうのがありますけど、2つあります。1つはブラジャー、もう1つはハイヒールです。これを履かなきゃいけない、つけなきゃいけないんだったら僕はもう女性にはなれませんね。もう絶対無理です。3番目、足首が原因の膝の痛みの治療と。足首に無理をさせて、もしくは親指ですねに無理をさせて痛みを作っているので、圧痛点意外と割に簡単に探せます。あとは休み時間自分の足のこの小球というのを触ってみてください。足首の内くるぶしの
前にその小丘というツボがありますので、これを探してみてください。まずは内くるぶしの前を何度もこう押さえてみてください。何度か押さえていると最初痛かった痛みがなくなることもあります。でも何度押さえても痛いなというツボがあれば、それが最後に残った最大圧痛点、究極の一点と言われるものがそこに残るわけですね。でここに、鉛皮芯を貼ったりアルミ玉、皆さんに封筒に入れて送ったでしょ。アルミ箔を1センチぐらい切ったあれをぐるぐるぐるっと指でちっちゃくちっちゃくこう丸めて、それを絆創膏に貼ってここにペッと貼ってみてください。それでも効きますので、まあ鉛皮芯の方がもう少し効きます。でもまあアルミ玉で十分かもしれません。それを貼って歩いたりしゃがんだり階段上り下りして確認をすると、痛みが少しでも軽くなったらまあ当たりです。でその今度はですね、もうちょっと精度を上げるためにその今貼ったところの前後左右を、押さえて、調べてみてください。何でもいいんですけど、できたらこういう木の棒があるんですね。でこれは何かというと、あのバーベキューするときにウインナーをこう刺す棒なんですね。でこれでそのアルミ玉貼ったところの前後、まあ、上下左右をこうやって押さえて、すごく痛いところがあったらそこにちょっとこう貼り替えてみてください。4番目ですね、小丘でよかったら清潔と飛型の経絡上を調べると。で飛型は一番下の赤い丸がトントントンとついてますけど、この親指の内股側からずっとこうその小丘の方につながってますので、その土踏まずやなんかもギュッとこう押さえてですね、痛みがないか調べてみてください。あれば、ピソマ貼ったり、アルミ玉貼ったり鉛筆貼ったりしてその痛みを取ってしまうんですね。膝に圧痛点がないこともあります。あれほど膝を痛がっている患者さんが膝の痛がるところを抑えても激痛ギャーっていうふうな圧痛を訴えることがないと。ところがですね、そんな人でも10年20年してただし70歳以上ぐらいまでなってくると、膝にも圧痛点ができてきます。これはなぜかというと正座もしなくなりますよね。そうすると膝の可動域がこう狭くなるんですよ。膝ってもっとこう正座できるまでこうやって曲がらなきゃいけないのが、もう正座したことないっていうともう90度ぐらいしか曲がりませんので、それ以上曲げようとするとこの膝っていうのは一番このウインナーソーセージでこう曲げた時の一番先端みたいなもんですから、ギュッとやるとやっぱ膝頭に痛みが出るんです。でこれはまた話が違います。これはトレーニングしてればどんどん取れていきますので、はい、4ページですね。でその硬くなったのをどうすりゃいいんだろうと。で丸の5ですね、膝の痛みの治療と。硬くなった筋肉とかですね、筋肉だけじゃない皮膚とかですね、それから靭帯とかそういう筋膜とかですね、そういうのをゆっくりゆっくり柔軟性を持たせるために伸ばしていこうと。足首の痛みから膝を長い間曲げないでいると膝の周囲の筋肉が硬くなってしまいます。硬くなった筋肉ですね、これを曲げて伸ばしてと、するとこの硬い筋肉を動かすという痛みが出てくるんですね。錆びたペンチ、長い間使わなかったペンチっていうのはだいたい錆びてきます。で錆びたペンチをギューってやるとこうなんか痛そうですよね。ギューってやってギューってやるとですね、あれもでも油さしてこうちょこちょこやってるとだん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 動きが良くなりますから、まあ人間捨てたもんじゃなくてですね、70か80歳でも少しずつ少しずつそのペンチに油ちょっとさしてちょっとこう動かしているとだん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 動きが良くなるように、動きが動いて痛みが出るというのは少なくなることがあります。関節の中の痛みではないと、関節の軟骨がないから痛むのではないと、よくありますよね。軟骨がないから痛いんでしょって言ってね、いらっしゃる方いるんですけど、そうでもなさそうですね。軟骨ね、
まあ、ないよりあった方がいいんでしょうけど、なくても歩いてる人いっぱいいます。オンシップという治療法があります。ここでも随分前に、膝が痛いっていう患者さんにオンシップをしたことがあります。長期間正しい治療と正座をしないなど、間違った膝の使い方をやってると筋肉が硬くなってますから、徐々に運動して柔らかくすると。で、運動して柔らかくするっていうのは一つの方法なんですけど、もう一つは温めて柔らかくする。軽症の場合は風呂で十分温ったところで正座の練習をする。再度正座ができない時には、足を伸ばして座ってますよね。で、その膝をこう曲げるんですよ、ゆっくり。で、それをもう10回20回30回でやってるうちに、今度はお風呂の中でゆっくり正座ができるようになってきます。で、お風呂の中っていうのは水の抵抗がありますので、激しい運動ができません。だから浮力がありますから、正座をしようとしても重力が、その重さが全部かかりませんので、お風呂の中で運動するというのは一番その膝のためにはいいと思います。しかも温めてますからね。だいたい3ヶ月やってもらいます。お風呂に入るたんびに、最初は膝のこう曲げ伸ばしをやって、からこう正座の練習をしてと、これがもうやってるうちだん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 曲がるようになりましたと。で、曲がるようになると今度は正座みたいなことやっても痛みが取れてきたと。これは動かさなかったがための問題ですから。70歳代の女性の患者さん、正座をすると膝が痛くなると言われて以来正座をしなくなりました。膝の痛みが取れないばかりか、長く正座をしなかったので曲がりにくくなって、それを曲げるために痛みが出ると、こんな悪循環ですよね。3ヶ月、毎晩風呂で正座の練習をしたところ、痛みも取れて随分膝も曲がるようになりました。これはもうこの症例はですね、 10とか20とか30とかそんな話じゃないです。もう何十例もあります。で、膝は曲げてはいけないんだというふうになんか勘違いしてた人もいましてですね、じゃあやってみましょうって言ってやると、意外とできるようになった。ところが風呂で、温めてもびくともしない硬くなった筋肉っていうのがあります。で、この場合にはホットパックというので温めてオンシップをします。で、ここでこの養生会でホットパックで膝温めた、もうこれどの 10年ぐらい前にやっぱり膝の治療の勉強会の時やったんですね。そしたら先生、この辺に座ってる人ですよ、先生私膝が痛いんです、モデルになりますって言われたからですね。ああ、じゃあよかった。で、そのやり方説明しながらそこに足伸ばしてもらって2時間座っててもらったんですね。で、1時から始めて2時3時過ぎまでずっと温めっぱなしです。そしたら外したらですね、もうシュンシュン動くようになったんですね。みんながびっくりしましてね、でも片膝だけしかやってなかったから、反対側は自分でやってくださいっていう話になりましたけど、医療用の高温になるホットパックっていうのがあります。それで1時間から2時間温めます。病院でもホットパックで温めるっていうのがあるんですけど、時間が短いんです。10分20分温めたところで何にもなりません。最低1時間ですね。できたら2時間しっかり温めるんです。そうするとそういう動かなくなった膝でも結構動くようになります。で、このホットパックはですね、よく薬局とかで売ってるホットパックがあるんですけど、あれじゃ残念ながら温まりません。そこまで私も3つ4つ買ってみたんですけどね、こうダイヤル式でなんか良さそうなのもあったんですけど、最高にしたって温かくないんですよ。で、医療用のホットパックっていうのはもう医療用ですから、温度がもうすごく上がるように作られてます。その代わりやっぱり医療者がこうやるようになってましてね。で、そのちょっと手前ぐらいのものがありまして、それはうちに販売してますので、それはベルト付きでぐるっとやってマジックテープで固定もできるようになってます。それで温めてもらってます。で、ホットパックのやり方なんですけど、まあ膝が壊れますね。で、膝がありましたら、温めた、まずはタオルをこう膝にぐるっと巻きます。で、このままホットパックすると濡れますので、この上に
ビニールをぐるっと巻きます。そうすると濡れませんから。でこれでホットパックをかぶせるんですね。でこれだけだと温度が上がらないんです。どうするかというと、バスタオルをこの上に、バスタオルをもう一枚ぐるっとこう巻きつけます。ぐるっとバスタオルを巻きつけ、この時点で一回紐でぐるぐる巻きにします。ぐるぐるぐる 4,5 回ぐるぐる巻きにします。それでもう一枚バスタオル、このホットパックの上にバスタオルを巻いて、でまた紐でぐるぐる巻きにします。そうするとどんどん温度が上がりますので、必要があったらこれをもう一回思い出してですね、お湯で温めたタオルを膝に巻きます。この時も髭剃る時にこう乗せるタオルがあるんですけどね、もうあっちっちという手前ぐらい、そのくらい熱くしておいてください。これを巻きます。濡れないようにビニールをかぶ、ビニール袋をかぶせて、袋じゃなくていいですよ、ギャッと切って、濡れないようにすればいいんですから、広げて使ってもらっていいです。で紐で巻いて、でホットパックをこう当ててずれないようにまた紐で巻きます。で保温のために、バスタオルをぐるっと巻いて、でこれも紐でぐるぐるぐるっと巻いておきます。でこれで2時間です。膝が痛いなっていう人はいたらやってみてください。次は内転というツボです。膝の水を抜くツボ、内転。なんで膝に水がたまるのかというのは分かりません、よくですね。次言いますね、5ページ目。何かしらの理由はあると。人間の体っていうのは間違ったこと、無駄なことはあんまりしないことになってます。間違ったことをするのは人間のこの意識の方でですね、酒飲み行って飲み過ぎてうえーっとなったりとかですね、だいたい今のコロナが蔓延するっていうのも全部酒ですよね。ほぼ酒でしょ。飲みに行って、繁華街飲みに行って酒飲んで大声で喋って、でその接待のあるところに行って濃厚接触っていうやつやるわけですよね。だから感染が広がってるんです。あれ酒がなかったらおそらく3分の1とか4分の1しかならないと思いますよ。いかに酒がそのコロナの味方してるかですよね。潤滑を良くしているのか保温しているか分かりませんけど、内転に鉛皮疹、私が習ったのは非内疹という針を横向きにちょっとこう刺す治療法があるんですけど、これをやると水が抜けることがあります。全員じゃありません。全員じゃないんですけど、鉛皮疹ポッと貼って、ただそれだけですから、もうほぼ鉛皮疹1個だけ、費用はですね、やって損はないと思います。で、内転のツボを探しましょうという。右側に写真があります、図があります、絵がありますけど、胃の経絡ですね、内転っていうのは。F6 から始まってるんですけど、人差し指です。人差し指と足の中指のちょうど間のところです。ここに内転というツボがあります。でここのところに、どこってことなんですね、そこをこう押さえてみて、この棒でいいですよ、棒でこうギュッと押さえてください。指で押さえると分からないです。自分の探すときにはとにかくこの棒みたいなものがいいです。そうすると無機質なもので押さえるとものすごく痛みは分かりますので、これでしっかり押さえて、で一番痛いところを探します。まず患者さん自身で、膝の水のたまり具合を、手で触れてもらって、確認します。私もこう触って、このくらい腫れてますねと、患者さんはもう大体知ってます。なんか水がやっぱ溜まってるな、しょっちゅう水気になりますから、触ってますから。でもその内転に鉛筆を貼る前にはもう一回触ってもらいます。でこのくらいなんだと。で右と左を比較してもらいます。右はそんなでもない、左はこんな腫れてるとかですね。それを確認してもらいます。で内転の圧痛点に鉛筆を貼って10分から20分待ちます。で患者さんで、膝に水が溜まってるんですっていう患者さんが来たら、このまんまのことをやってます。で鉛筆を貼って
10分から20分何してるか。だからおいでになった患者さん、一番最初に鉛筆芯をパッとそこに貼るんですね。でそれから問診します。膝以外にどこか悪いとこないですかとかですね、頭痛くないですかとか、咳が出ませんかとか。だからまあ世間話かなんかしてるとだいたい10分ぐらい経ちますので、こう時計見て、ああもう10分ぐらい経ったなと。その間はその患者さん、まあ、ご家族でもですね、一切膝のことには触れないんです。鉛筆貼ったかって膝どうかなとか言ってこう見てると患者さんも気になりますから、一切膝の話をせずに、で10分経ったなというところで、はい、じゃあ、 あの膝の腫れ具合を触ってみてくださいと。でまず腫れてない方の膝を触ってみて、で腫れてる方とこう比較してもらいます。そうすると水が抜けてる人はもう10分20分で、あ、なんか違いますと言われますので、まあ有効だったというのが分かります。でこれが効いたということは F6 異形がこの膝にとっていいんだというのが分かるわけですから、この F6 にピソマを貼ったり千年球でお灸をしたり整形治療をしたり、なんかそういうことで刺激を与えてください。症例として70歳の大の女性で、膝に痛みがあって曲げにくいと。膝に水が溜まっているので時々病院に行って抜いてもらうと、またすぐ溜まると。またすぐ溜まるというのは何か必要だから溜めてるんですよね。なんかあるんですよ。またすぐ熱が出るとかですね、なんかあるんですよ。それが解消されてないからまた水がすぐ溜まるんですね。で鉛筆芯に、鉛筆芯を内底にパッと貼りました。で10分ちょっとしてみるともう水が本当に抜けてたんですね。7番目、膝の前側の痛みの鎮痛と、膝頭、膝の前側の痛み、正座をする時の膝の前の痛み、これは内底の圧痛点に鉛筆芯やアルミ玉とかハペパッチなどを貼ったら鎮痛することが多いですよね。内転の痛みを解消されると膝の痛みが改善して正座もしやすくなります。正座しにくいっていう人は結構この内転のところ痛みがありますので、ただし長期間長い間正座をしてないと硬くなった筋肉とか曲げ伸ばしをするための痛みが出てくるので、まあ前に変えたらお風呂で温めて正座の練習とかホットパークでオンシップ、これをやって、柔らかくして、それから練習、曲げ伸ばしの練習をすると。内転の圧痛点を治療すると鎮痛したけどまだ何か痛みが出てるという場合には、隣の中指と薬指ですね、ここはだいたいツボないんですよ、経絡ないんですよ。でここにも、圧痛点があったら、押さえて痛いところがあったら鉛筆芯を貼ったりとか、アルミ玉貼ったりとかやってみてください。膝の前側の痛みはですね、2、3日前やった患者さんでは転んで膝をぶつけてるんですね。これが高齢になってくるとよくあります。一番多いのがですね、バスから降りるときに最後に踏み外してというか膝をガーッとついて転ぶというのがあるんですね。でバスの運転手さんは、あ、どうぞゆっくりですよ、ゆっくり置いてくださいって言うんですけどね、周りの 目がですね、ああさっさと降りろみたいな目で見るんでしょうね。で長い間座ってるだけで立ち上がって歩くっていうのは大変なんですよ。で途中立ってるとまた座ってくださいって言われるから、しょうがないから、まあ座って立ち上がった、あなんか腰も痛いし足も動かないなと思って、で前まで歩いてきて、でお金ピッと払って、で階段をポンポンと降りようとした時にガクッと力抜けて、そのまんまダーッとバスから落ちて、手と膝とぶつけると、こういうのはよくありますね。バスは本当に十分気をつけてやってほしいんですけど、まあこういう時にもこの内転のツボっていうのがよく効くことがあります。 F6 ですね、 F6 の清潔治療がいいです。最後にこの星印でシーソー法というのがあります。シーソー法でさらに改善、
やってみたんだけどなかなか痛みが取れないという場合には、反対側の足の同じ位置に強い刺激をします。例えば右足の内転を刺激したら膝頭の痛みが取れてきたと。でも全部じゃないと、正座をしてもまだ痛みが残るという時には、左足の内転のツボを、何でもいいですよ、これ今爪楊枝ですけど、爪楊枝でもいいですから、チャン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 とこうやってみてください。もう10でも20でも30回でもだん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 とつつくと、右の膝の痛みが、まあ内転の痛みですね、膝の痛みも、取れてくると。私は鍼灸師ですので、針を反対側の足にバクッと刺してペッと抜く、バクッと刺してペッと抜くという即死即罰というやり方で針を刺すんですね。そうすると非常に鎮痛します。裏のページいきましょうかね。内転の鉛皮疹で膝の痛みが取れるのはあまりたくさん症例があるので、まあ、やり方だけ説明します。60歳代の女性で正座ができなくて亡くなったご主人の仏壇に、縦膝でお線香を上げていると。四つん這いになっていただいて徐々にお尻を落として正座をしてもらうと、四つん這いから少し膝が上がったところで痛みが出ると。確認法はこれです。まずベッドの上で四つん這いになってもらう。いきなり正座できますかじゃなくて、で四つん這いの状態からお尻を落としていってもらって、どのくらいの距離、かかととお尻がどのくらい、何センチか、10センチか5センチか、もう20センチか、どこで痛みが出るかですね。これを確認します。次にベッドの端から足を出して正座をしてもらいます。これがベッドとすると、その端っこにこう足首をこう出してもらうんですね。だから正座をするというのは足首がこう伸びている状態ですね。でベッドの端から足首をこう出すというのは、足首が90度曲がっている状態、そういう状態にするんです。で正座をしてもらうと、するとベッドの端から足を出す、足首を伸展させないようにしていると正座に近いところまで膝を曲げることができるようになると。足首をこう伸ばしたまんまでこう正座をするとダメだけど、足首をくるっとこう自由な、ストレスかけてない状態にすると正座ができるようになると。こういう人は非常に多いですね。そうすると正座ができるようになる。これは膝が悪くないんですね。膝が悪くないということを証明しているんです。次にベッドに座って、座位っていうのをこう座った状態ですね。座った状態でこれで膝をこう抱えてもらうんです。膝が痛い膝が痛いって言ってるのに、こうやったら右も左も楽々と曲がるという人はたくさんいます。これで膝の骨の関係性に悪いことはないということですよね。それも一つの目安です。だから全部っていうわけじゃないんですけどね。痛みがの原因が膝ではなくて足首、足の甲、内転にあることが想像できると。で内転の圧痛点に鉛皮疹を貼って再度正座してもらうと、最初より、まあ、一番最初にやった時よりも随分膝が曲がるようになっていると。長い間で正座をしなかったので膝の周りの筋肉や靭帯が硬くなっていると。すぐにはペタンと正座はできない。だからお風呂とかオンシップで柔らかくすればもうちょっとできます。内転の治療で膝の痛みが出なくなってますので、膝の運動をすれば、良くなっていくと、そういうことですね。膝の運動でもですね、立ったりしゃがんだりっていうのは膝にやっぱ体重ものすごくかけますので、ちょっと難しいですね。お風呂でゆっくり立ったり曲げたり伸ばしたりっていうのはいいです。もう一つはですね、ピラティスの時にリフォーマーっていうのがあるんですけど、そのリフォーマーに乗って、膝を曲げたり伸ばしたりするっていうのは、下にこう滑車がついててですね、人間の方がこう動くんですね。で人間の方が動いて膝はこう足でこう踏むと、こうやってこうガッチャンコンガッチャンコンとで運動ができるんです。であんまり荷重はかけなくて運動ができるっていうのがピラティスの中にあって、リフォーマーという機械がそれをやって手助けしてくれますので。8番目、顔面神経の麻痺の治療にもやっていると。この顔面神経って、このこっち絵がありますよね、この顔の絵がありますでしょ。でこの目の下、それからこめかみのところからこう来てるのが異形なんですよ。
で目の下に小球四白この地層ってこう壺があるんですけど、こういうふうに胃の経絡っていうのは通ってるんですね。まあ浅見先生は足の人差し指からだーっとこう胸の前を通ってこう来てるっていうんですけど、まあ経絡的に言うとこっちからこう行ってるっていうんですけどね、まあ、それはどっちでもいいです。顔面神経麻痺で動かなくなった唇やまぶたの治療に、内転のツボから刺激をしたして改善した例があります。顔面神経麻痺の内転の治療は針の強みの刺激ですが、効くかなという時にはですね、指でその内転のツボをギュッと押さえます。結構強く押さえます。でギュッと強く押さえてると口とか目の動きが良くなったというんだったらそこが効くということですから、まあお灸をしてみたりとか、いろいろアルミ玉を貼って、アルミ玉もこういう時はですねちょっと大きめに作るんですね。そして絆創膏で貼ってギャーッと押さえつけるんです。それでもいいです。顔面麻痺を発症して3ヶ月で来院した患者さんですね。1割ぐらい改善してますけどまだ力が入らない。内転のツボをギャッと押さえるとパピプペポっていうのが言いやすくなってます。で、そこに内転に針をやったりとか F6 の清潔治療をやったり、お宝でトレーニングをしたりということで良くなりました。次は7ページです。次のページですね。さっきゴルフやる人は右膝が痛むことが多いって言いましたけど、右膝が痛む人はまだいます。盲腸の手術を昔やった人です。子どもの頃に盲腸の手術やった人っていうのはどうもこの膝頭の内側に痛みを作って、小球あたりも痛みを作ったり内転にも痛みを作ったりします。右の膝に痛みが出ている患者さんで盲腸の手術を若い頃にやった人がいると。結構の確率で右の膝が痛んで右の足を捻挫しやすい、右の腰痛がある、右肩こりをする、右だけじゃないですね、肩こりはどっちでもあります。こんな患者さんの盲腸の手術後の圧痛点を治療するのはもちろん、この場合は鉛皮紙やなんかを貼るわけですね。小球や内転の圧痛点に鉛皮紙を貼ったりします。この盲腸の手術後の治療は右足の F1F6 です。 F1 と F6 をやると盲腸の癒着なんかの治療ができます。盲腸の圧痛点を調べるとき、あまりの痛さにこんなところに痛いところがあったのかとびっくりする人もいます。手術骨折などの古傷は古いほど癒着や引きつれがひどくなるんですね。意外に大きな手術の傷跡でも新しいものはそんなに、痛みがない、癒着もそんなにないです。なんでかというとですね、50年前の手術と今の手術がもう手術の質が違うんですね。今の方は本当にきれいにやってます。ところがどんなにきれいに切っても内臓の癒着とか、そういう痛みっていうのはできます。表面は本当にきれいになるんですけどね、手術だと。内臓を切ると切ったところは別のところにくっついてしまいます。くっついてできた癒着は残念ながら古くなると引きつれてくると、で体の左右とか前後のバランスが悪くなって運動した時の怪我とか故障、捻挫、これ原因になります。盲腸の手術の傷跡の圧痛の調べ方ですね。患者さんを壁を背にして立ってもらいます。でかかと、お尻、背中をくっつけます。これが盲腸だけじゃなくて、手術とか傷跡の調べ方の基本です。寝て調べることは一切ないです。立って調べます。で力が入らないように背中を壁にこうもたれかけてもらうんですね。と体の力が抜けますので、それで私が前に回ってこういう棒で押さえて調べるんですね。昨日もやってました。それは最初は優しく押さえて、何度押さえても痛みがある点、これに丸をこうつけます。で、その最も痛いところを探して、その最も痛いところが見つかったところに鉛皮芯を貼ると。で鉛皮芯を貼った後に、
腰とか膝の痛みが良くなっているかどうかを確認してみると。盲腸手術跡がある患者さん、痛みがある患者さんは小臼、足の内くるぶしの前のところですよね。ここに痛みが出ている人も多いんです。で、こう小臼の圧打点にも鉛筆になって、治療すると。盲腸の手術が体のバランスを悪くしていないかどうかと、これを確認する必要があります。で、よくなんで右側ばっかり怪我するのかとか、捻挫をするのかとか、右の腰ばっかり痛くなるのか、でその原因が盲腸にあることが多いんですね。で、このテストをします。最初に片足立ち、左足で片足立ちをします。まず左です。右側を調べるんですが、まず左の健常な方からやってみます。次に右足で片足立ちをします。で、盲腸の影響があれば、右の片足立ちでフラフラをしますと。こうフラフラする足で、歩いているわけですから、捻挫もすると。で、腰に負担がかかるようなことを歩き方もするんで、腰も痛くなると。で、これでもわからないときには、患者さんを両方手でですね、こう支えながら目をつぶってもらいます。で、目をつぶって、また左足の片足立ちから、右足の片足出しをしてもらいます。で、右足の片足出しをするともうグラグラして立てないという立っておけないという人もいらっしゃいます。はい、裏のページいきます。で、今日やりました、内定と小球は、異形と非形ですので、これ胃腸をコントロールするそういうツボなんですね。で、そこに圧痛点があるっていうのは、歩くたんびにその圧痛点からシグナルが胃腸系に送られるっていうことは考えられるんですね。足が悪いから足だけっていうことはないです。それが自律神経、内臓にも影響を及ぼすだろうと。盲腸手術した患者さんの大腸検査、これは私ももう30年ぐらい前に聞いて、そんなことになってるのかというのを覚えてるんですけど、盲腸の手術後の圧を調べて強い圧がある患者さんがいました。私が癒着しているかもしれませんねって言うと、患者さんはですね、その前に大腸検査に行ってるんですね。で、大腸の検査をしてもらったけど、これから先は見れないって言われた。どういうことかっていうと、盲腸で引っ張られてですね、大腸がこうもう引っ張られて曲がってるんです。だから大腸のファイバー、お尻の肛門からこう置いて、普通はこうやってこう見るんですけど、こうとにかく途中でもう行けなくなってしまう。そのくらい癒着で引っ張られてるんですね。で、これはそういうなんか大腸の検査をしたことある人がいたらですね、尋ねてみてください。盲腸の手術をしている人は、癒着で引っ張られているそうです。なるほどと、私も患者さんも納得をしたんですね。膝の痛みは腰痛もつらいですが、これらの不具合から腸の動きが悪くなっている。これは何とかしなければいけないと。異形非形 FHF6 の整形、左右ともにやってください。視力ができない場合は洗面器やったり、アルミ玉とかピソマを利用して清潔から逆に良い刺激をそこに送ってやるんですね。11番、食事にも気をつけましょうと。で、こんな大腸を持っていると大体腸の発酵悪くなってますから、こう引っ張られてるわけですからね。で、菊芋とか水素イオンとかもみっことかですね、こういうものを取っていい便を作ってください。便のこう量が、便ができてくるとまた腸の調子も良くなってから、しましますから。もう一つですね、これは裏内定というツボがあるんですね。今日は内定というツボをお話ししましたけど、内定のちょうど反対が、足の裏の方に裏内定というのがあるんですね。で、これ場所はこの辺です。見ていただくと分かるようにですね、内定というツボが足の甲の方にあるのに対して、裏内定の足の裏、つま先にあります。胃腸のツボで有名なのは足の三里ですが、次に自分でできる胃腸のツボっていうのがこの裏内定です。で、ここはお灸を据えてもあんまり熱くない、洗面灸でもいいんですけど、直接もぐさで直接ピッとやってもそんなにむちゃくちゃ熱くないです。よくここにタコができたりとかですね、魚の目できたりとかしてる人いますけど、まあ靴が悪い、履物が悪いっていうのもありますけど、あと半分は胃腸系統がなんか問題があるのかもしれません。腹痛、下痢、食あたりも使いますけど、
妊娠初期のつわり、これにも使えます。今私の整形歯楽研究会なんかの仲間をしてお一人、来月かな出産の方がいらっしゃいまして、まあウィザーなんですけどね、まあ、いろんな手を使って体調管理をしていらっしゃいまして、この間まあ、つわりの話になって、でこの占い亭に自分でお灸をしたと、でよかったという話をされていらっしゃいました。